like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. My life destroyed. お疲れ様でした。お疲れ。疲れたな。疲れましたね。まあ、だけど割とサクッと。うん。あ、今日はね、割と短めで2人で1時間ちょっとぐらいしかやってないんじゃないかなと。そうですね。秋人さんってトレーニングメニュー普段からこんな感じですか？そんなにボリュームは。ボリューム自体はね、言うほどないかもしれない。5、6種目ぐらいじゃない、全部。1人だったら、本当1時間以内で終わるんじゃないですか？そうね。まあ1時間ぐらいでサクッとやって、はい、もう帰るって感じだね。気が楽でしょ。うん、確かに。しかも2セットとかもありますもんね。そうそうそう、だから割とね、追い込める、しっかり。それでも十分。うん、全然十分十分。まあ、やりそんなに逆にできないね。ああ、なるほど。なんかすごい2時間とか3時間とかできる人いるから、はいはいはい、すごいなと思うんだけどさ、やっぱできねえな俺は。でもその1時間以内とかで、
5、6種目でもう完全に潰れてるっていうか、まあもういっぱいいっぱいだね。あ、逆にね、それ以上やろうと思えばできるけどさ、はい、なんか違うじゃん、なんか、うん、有酸素的な要素がこう加わってきそうな、あ、そうだ、うん、なんか違うなっていう感じで、あ、最近はこのやり方で落ち着いてるね、気が楽だし、はい、また明日も頑張ろうってなるし。ちなみに肩は、うん、今回プレスは最初と最後に入れたじゃないですか、うん、最後にショルダープレス入れるのってなんか締め的な感じなんですか。まあそうね、もう全部疲労しきったところで、はい、割と高レップで肩のフロントだけをできるだけ使って、はい、やるっていう丁寧な、うん、あれがもしショルダープレス前半だったら、うん、もうちょっと重量上げてとか、上げて、そうね、できるかもしれない。回数もまあ重量上げれば、はい、15レップとかできないからね、10レップとかで組んじゃうこともあるけど、はい、まあ、今回は最後はまあそうね、15レップから20できるぐらいの重量で、うん、でしっかりこう、なんていうの、反動を使わないように最近ね、丁寧に筋トレやるようなことを意識してるかな、はい、今日そうでしたね、なんか基本も反動は全部殺して動かすっていう型だけで、うん、そうね、もう反動は完全に殺してるね、最近ね、うん、反動殺しても30キロとか持ってましたけど、気合だよ、ね、そこはねそこで反動は使わないけど、でも重量からはまあ逃げないで落とさない、そう重量はね、もう上げていく、なるほど、どんどん上げていく、重量は一番大事で、うん、大事だね、なるほど、まあ、そんな感じかな、はい、参考にします、お疲れ様でした、じゃあね。